地球シミュレータは NECSX シリーズベースのスーパーコンピュータシステムである。神奈川県横浜市金沢区の海洋研究開発機構横浜研究所に設置されている。1九9三年から1九9五年にトップ五百首位となった数値風洞計画を先導した三吉はじめが、それに引き続き日本のスーパーコンピュータをリードするシステムとして、 ジャンステックと日本電気を先導したのが本計算機計画である。また、科学技術庁としては、地球規模の環境変動の解明、予測といった大義のほか、バブル崩壊により、著しく落ち込んでいた業界の維持といった目的もあり、600億円を投じて開発が開始された。2001年下旬に三吉は、制御したが、残された計画通りシステムは、完成。 2002年3月15日に運用を開始し、目標通りの威力を発揮した。まず、その実性能自体が、コンピュートニックとすら呼ばれるほどの印象を高性能、計算関連の参観学に与えた。また科学的な成果としては、地球温暖化や地殻変動といった、文字通り地球規模でのシミュレーションに利用され、気候変動に関する政府間パネルの2007年、 ノーベル平和賞受賞にも大きく貢献し、他にも多くの計算科学による成果を上げた。その後も公募により、地球科学、先進、創出分野での共同利用が行われているほか、2007年からは産業界による成果専有型の優勝利用も可能となっている。2009年3月に2代目のシステムへ、更新、2015年3月には3代目。 2021年3月には4代目のシステムに更新された。初代以来、また、日本の HPC の機関としての役割を不学と分担する。最後のパイプラインベクトルスーパーコンピュータとなっている、NECSX シリーズの名実ともに機関という存在にもなっている。地球シミュレーター SX-5 ベースである。 SX-5 では32チップで構成されていた計算モジュールを1チップ化し、それを8個集積した1ノードが8グフラップス、それに 16GB のメモリを伴う。640ノードを単段クロスバースイッチで接続、最大理論性能は40.96とフラップスであった。このシステムのために開発された計算モジュールを集積したチップは、 SX シリーズの次の世代の SX-6 にも活用された地球シミュレーター SX-9 ベースである102.4グフラップスの性能を持つプロセッサ8個と 128GB のメモリを持つベクトル計算機能と160台を2段のクロスバースイッチで f a t ー上に接続し最大理論性能131とフラップスを実現している 地球シミュレーター SXACE ベースである。256 g フラップスの性能を持つ、プロセッサー1個と 256GB のメモリを持つ、ベクトルノード5120台を2段のクロスバースイッチでファットツリー上に接続し、最大理論性能を1.3部フラップスを実現している。AMD の CPU と n v i d i a a 百1 0 0及び6 8台の SX オーロラツはサビ4 0 1から8により5472台のベクトルエンジンを搭載し最大理論性能を19.5オプフラップスを達成する見込みで2021年3月1日より運用開始 200GBSHDR インフィノバンドが使われているまたデータセンター環境監視システムにイドクナビが使われている 単体能力を改善し、多目的に活用を図ることを目的として、スカラプロセッサからなるサーバーを併用している。また、日本の学術研究のインフラストラクチャである SINET に接続し、遠隔利用を可能にしている。AVS、マセマティカ、メイプル等の商用ソフトウェアやオープンソースソフトウェアも利用可能である。第3世代までの OS は、 SX シリーズ用のスーパー UX をベースに特化した拡張をしたものであり、プログラミング言語処理系としては、フォートラン 90C、C コンパイラが利用できるが入っている。並列化にあたっては、ハイブリッド並列化とフラット並列化の2つのプログラミングモデルがある。前者は、ノード間並列化を MPI、ノード内並列をマイクロタスク、または、 オバんンプで記述する一方、後者は、ノード間、ノード内の両方の並列化をいずれも、MPI で書く。一般的には、前者は、パフォーマンス重視、後者は、プログラミング効率重視のモデルとされている。ユーザーはこれらの並列化に対応したプログラムを、バッチジョブとして投入する。名前が与えるイメージとは裏腹に、グレープのような専用計算機ではなくあくまで。 汎用計算機であるので、地球科学とは直接に関わりのない分子、動力学計算などにも利用されている。2002年3月15日に運用を開始した。2002年6月にリンパックベンチマークで、実行性能35.86とフラップスを記録し、スーパーコンピュータの計算性能の世界ランキングである、トップ500で、第2位の IBM アスックホワイトに5倍の差をつけて、 トップを獲得して以来2004年11月に IBM ブルージーンに首位を明け渡すまで5期連続でトップを維持した。これは全640濃度のうち638濃度を用いて得られたものでピーク性能に対する実測性能比は87.2%となる。アスックホワイトが7.226とフラップスであったのと比較して 理論ピーク性能に対する実行性能の比が非常に高く、ベクトル計算機特有の高速メモリシステム及び、単弾クロスバーネットワーク接続によるものと分析された。初代のシステムを2009年3月に更新して、4月運用を開始した。コストを抑え、さらに性能向上を図るため、2008年度に維持費とは別に5億円を計上し、 6年間185億7600万円のレンタルにより新機種の SX-9E に更新しピーク計算能力を初代の3.2倍となる131とフラップスに引き上げた。これにより設置面積は半分の650平方メートル、電気代は従来の7から8割程度となる。さらに2009年6月には リンパックベンチマークで122.4とフラップスを達成した。これは2008年11月発表のトップ500リストで実行効率世界1位、実行性能日本1位、世界ランキング16位に相当する。また、リンパックを保管し、多面的な観点から性能を評価する目的で開発された性能指標を競うダーパ HPC チャレンジアワードコンペティションにおいて、2009年11月には4部門のうち EP ストリーム、グローバル FFT 部門で3位、2010年11月には、グローバル FFT 部門で1位を獲得した。SXACE5120 ノードへ2015年3月に更新。このシステム更新で1.31プフラップス、メモリ容量 320TB、消費電力は、 約2メガワット以下となっている。SX オーロラ翼 B401 から8、ベクターエンジンタイプ20バイト 8C1.6、GHz 5472台へ2021年3月に更新。2021年6月のトップ500では39位、ピーク性能13.448プフラップスを記録している。初代システムの維持費用は 年間約50億円であった。消費電力は約6メガワットで、ジアプリケーションの性能を確保するための高速メモリとネットワークに必要な電力とされた。地球シミュレータのような専用のベクトルプロセッサを用いた計算機は近年主流となっている PC クラスタに比べ価格性能比が低く、性能あたりの消費電力が多いとされる。 ベクトル計算機と PC クラスターは得意分野の違いもあり、単純に比較することは必ずしも適切ではないが、例えば2006年から運用開始された東京工業大学のツバメは、2002年に運用開始時の地球シミュレータと比較して、導入費用は20分の1、電気代は5分の1、計算速度は1.6倍である。ありがとうございます。